キャプテン・ル・アルバーノは、アメリカ合衆国で活動した、プロレスラー、プロレスマネージャー、俳優。イタリア・ローマ出身、ニューヨーク州、マウント・バーノン育ち。ヒールのプレイングマネージャーとして知られ、1960年代末から1980年代にかけて、地元ニューヨークの WWF 及び、WWF で活躍した。少年期に、 イタリアのローマから家族でニューヨークに移住。テネシー大学にてアメリカンフットボールで活動後、アメリカ陸軍を経て1953年にカナダのモントリオールでプロレスラーとしてデビュー。トニー・アル・ティモアとのイタリア系ギャングスター・ギミックのタッグチームザ・シチリアンズで活躍し、1961年にはシカゴでミッドウェストタッグ王座を獲得。その後、 wwwf に進出し、1967年に、アーノルド・スコランスパイロス・ワリオンから WW、wwwf-us タッグ王座をダッシュした。アルティモアとのコンビ解消後は、マイクパフォーマンスの才能を生かし、1969年より WW、wwwf で、イワン・コロフのマネージャーに転身。1971年1月18日には、 ブルーノ・サン・マルチノから、WWWF 世界ヘビー級王座を、ダッシュさせることに成功した。以降フレッド・ブラッシーや、グラン・ウィザードと共に、ビンス・マク・マホンシニア時代の WWWF、WWF を代表する、悪徳マネージャーとして、ブーイングを浴び続けた。自他共に認める悪層の持ち主であったことから、ゴージャスなブラッシーや、 頭脳派のウィザードと比べやひで単細胞なイメージを売り物にし、TV インタビューでゲップを連発するなど、意図的に下品な振る舞いをしていた。方に安全ピンでゴムバンドをくくりつけるなど、ビジュアル面でも、ブラッシーやウィザード同様にファンに強いインパクトを与えたが、どことなくユーモラスで憎めないキャラクターも支持され、後にベビーフェイスとしても人気を集めることになる。 1983年、シンディ・ローパーのガールズ・ジャスト・ワナハブファンのミュージックビデオに、ローパーの王兵で保守的な父親役で出演。同曲は大ヒットし、さらなるビジネスの拡大を目論んだ、ローパーのマネージャーのアイデアで、1984年より、WWF にてローパーとアルバーノの対立アングルがスタートする。同時期、WWF は、 ビンス・マク・マホン・ジュニアの身体成果に入っており、マーケティング戦略においても新規軸を次々と打ち出していた。同年7月23日、ザ・ブロール・ツー・エンド・イット・オールと名打ち、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンにてローパーとアルバーノの代理対決、ウェンディ・リヒター対ファビュラス・ムーラ戦が行われる。両者が、セコンドについたこの試合は MTV で放送され、大反響を呼び、 ロックンレスリングという新しいコンセプトが誕生、翌年のレッスルマニアへの試金石ともなった。ローパートの一連のアングルにより、アルバーノのユニークな個性は、プロレスファン以外の一般層からも認知され、1985年からはベビーフェイスのマネージャーに転向。旧敵のハルク・ホーガンやアンドレザ・ジャイアントとも共闘し、その陽気なキャラクターで主に子供ファンの人気を獲得した。 1986年の末に WWF を離れ、その後は俳優としてショービジネス界で活躍。1989年のザ・スーパーマリオブローズ・スーパーショーではマリオ役を演じた。1994年、フェイスターンしたヘッドシュリンカーズのマネージャーとして一時 WWF に復帰。1996年には WWE 伝道に迎えられた。以降もオールドタイマーのリユニオンイベントに登場し、WWE の番組にも時折出演していた。2009年10月14日、76歳で死去。自身がタッグ出身ということもあり、マネージャー時代はタッグチームを手掛ける場合が多く、初代王者チームとなったターザン・タイラールーク・グラハムを皮切りに。 担当したほとんどのチームをタッグ王座につかせた。ありがとうございます。